ホットサンドはやっぱりこう直前で焼きたい。焼きますね。もうオーダー受けてからもうチーズ入れて、そこで両面で6分で2個できるから全然回りますよ。こうやってるんで、こうやってくださいとか、オレンジジュースくださいってあるから、あるからそれは全部カフェラテにしようよ。無謀っすよ、さすがに。カフェラテしか作らない。いや、オレンジジュースは無謀なんですけど、カフェラテですか。ちょっとカフェラテと言いました。ということじゃないですか。そうそう、でも本当遠藤さんのね、あのイベントの時は何も言わなかった、何も言わなかった。アイスエスプレッソ頼まれてたけど、来てたの俺カメラテしか出してなかった。あとも一回も水を入れた覚えないんだよ。なんかない方が来られた時に一番困っちゃう。これ頼んでないよって。ダメよって言った。やばいっすね、それは。大丈夫です。あ、じゃあちょっと、まあ、いや、いい顔するね。めっちゃうまい、これは。200円です。ここだけで50万円の売り上げを取ります。キッチンだけで1日50万円の売り上げを取ってます。結構リアルなこと言ってますよ、今。11時から3時までの間に50万円取れますよ。ホットサンド、マックス売っても1万4500円。満足が100個あるんですか。1個300円で100個。甘い。あとはもう、僕自身が言います。できると考えたから始めるんです。遠藤さんが心配そうな顔しますよ。はい、できます。やりますよ。何個前だよ。電池もやります。電池系も買い足しとかないと。ありがとうございます。人気になるね、人気になるよこれ。さあ、どんなパンができるか。15分、調理スタート。あ、あ、タコちゃんです。繋がっちゃった。切ればいいかな。1個200円です。大人の遊びです。いかにね、お仕事を楽しくするかとか、仕事の中に幸せかの一番じゃないですか。8時間とか働くんですよ。やらされてるとか虫とか言ってる場合じゃなくてですね、楽しめると。楽しめる役が人生勝ち逃げします。あと10分ぐらいです。そんぐらいですよね。はい、全然間に合ってね、足りないわ。正直足りない。今びっくりした。今もう10時になるじゃん。もうなりますよ。だからほんまな、電気の受け出しはもうこれでセルフでやってもらう。まあまあ、なんとか、なんとか。はい、もう絶賛間に合っておりません。袖じゃないな、これは。なんだろう、段取りの悪さ。遠藤さん助けてください。ん、社長が喋る暇ないっす。ちょっとオープン前はみんなね、ちょっと忙しくなっちゃって。俺だけ暇っすね。あ、そうだ、みんな集まって。そんな余裕あります。今集まる。あー、やばいやばい。あー、やばいやばい。あ、やばいやばい。お待たせいたしました。今日はまず楽しみました。僕たちが楽しむお客様に何をお届けできるか考えて、できることをやるということだけではない。それは皆さんもうできております。だから僕は言うことございません。エンジン組みましょう。エンジン組みましょう。もう苦闘でございます。エンジン組みましょう。流れてきましたね。いや、行きますよ。楽しむぞと言いますよ。楽しむぞというので、はい、私たちは楽しむぞ。おうおう。行きますよ。楽しむぞ。おう。はい。皆様がたくさん来られて、ゆったりとした空間で、このためにやってくれていいんです。なんか全てのサービスがあって、この笑顔と、お客様の笑顔があって、何使ってくれる。そうですね。こういう場合、絶対作らないといけないなと思って。ここでって華やかなところあるじゃないですか。そうですね。実際細くん中入ってるか、結構愚直にまっすぐ地道なことばかりじゃないですか。そうですね。うん、服をずっと縫ってるっていうところが必要です。いつもの地道な努力はこういうための時に使うんですよね。中からピー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 って紙で出てくるんですよね。こう下から見るんですよね。順番通りやんないといけない。こっから見てもうやだなぁ、こんな食べるんじゃないよって言いながら、あとはもう閉店になる時間に来るのが一番やろ。2時間帰る。何してるんですか。ちょっとあのプロプロしてやっぱり来てる。そうですよね。小田君はどう、初めての。すごいですね、びっくりしました。そんなに来ると思わなかった。予想以上ですね。遠藤さんの勝ち間違いって分かりました。動画で。あ、分かる分かる。見たかも。そっちの方が一般的じゃない、難しい方な感じがするけど、その後に書いたやつの遠藤さんの勝ち当てたんですよ。あ、そう。全部間違ってるわけじゃないですよ。そういうことがあるから。はい、めっちゃ買ってくれてるじゃないですか。このためにパンを買いに行ったんですよ。そうですよ。ドリンクの大きさこんな感じ。
嬉しいな。ちょっとそんなに搭載。嬉しい。いいね。これはちょっとすごいっすね。やばいっすよね。やばい。前よりレベル上がってるじゃないですか、もう。めっちゃ嬉しい。パン売れてます。素人が作ったパンが。うわ、なんかすごいの出し始めた。うわ、なんか粋なことしてる。だこれとジュースがついて1500円とかですよね。そうです。いや、ボリューミーすぎますよね、これ。はい、はい、引いちゃいます。お1杯これであげてください。今日はロゼがいい調子です。開け方しません。開け方しません。開け方ちょっと新潟に何やってんの。おいしゃこっち違います。そうですね、これバターロール。バターロールでこっちが家庭パン。家庭、そうですね、これが僕も読めないです。社長が決めたんです。僕も学内で読めないです。家庭かけて言われて書きました。違う、社長これ。いちじくの石窯の助というパンです。石窯窯。ちょっと漢字間違えてないの。いや、間違えてないです、これは。いや、書き手が悪いと思う。書き手が悪いと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、ありがとうございます。赤字っすよ、赤字っすよ。知らない。やらかしましたね。福の調子どうですか。ありがたい話ですね、このようにたくさんのお客様。大体の着圧に取られてるんで、なんか料理チャンネルになってます。いいんじゃないですか。やばいです。アパレルショップですよね。本来は、ではいけないものをですね、自信を持って売ってます。従業員にちょっとお金を回そうとすると、やっぱそれなりのお金になっちゃう。メーターあたりの単価が倍になる。倍しますよ。そうですよね。2年前にこの T シャツ作った時、倍ですよね、今。電話もらった時、カレー屋さんに行ったんですけど、一緒になりましたよ。あ、でもですね、826シップ、展示会ですね。シップの展示会が、終了いたしました。オープニングでね、始まりますとも言っておりませんが、はい、すみません。すごく賑やかで、たくさんのお客様来ていただいて、ありがとうございます。一杯飲んでおります。顔真っ赤っすね。すみません。これ何、どこがやらかしてるんですか。ここにちょっと、染め、ムラがあったりとか。あー。そういうのってアパレルだと絶対出てきちゃうんですよね。それを、廃棄処分とか、価値のないことになってしまってるので、そこをですね、僕たちはそこまで全部販売しますと。理由をちゃんと提示してですね、お客様にご提案すると。それを楽しんでくれるお客様にのみここでは楽しめるんじゃないでしょうか。ちょっと社員さんに感想を聞いてみましょう。失礼します。感想を一人ずつお願いします。もう汗だくです。ここまで上がっちゃう。ここまで上がっちゃう。じゃあ絶対お客様がね、はい、来られて本当に楽しい一日でしたね。宮城からいらっしゃったり。宮城そうですよ。飛行機ですか。車でね、昨日からね出発して、今日一日待っていただいて、僕話しました。おそらく死で貸した作品をね値段つけて売っちゃうんですか。とんでもねえアパレル。いらっしゃいませじゃないだろう。でも居心地がいいって言ってくれました。そうですね、楽しんでいただいて、みんなが楽しんでいただいてね。また10月ね、アーさんのの個展。そうですか。法政士の。法政士です。真面目な実直な。そう、アーさんはね、本当にとても若いのに、ね、本当に真面目にねやる子なんですよ。大好きです。アーさんの個展がありますので、ぜひとも見に来ていただきたいと思います。兄さん、兄さんはどうですか。新人法政士も3ヶ月まだ1年生だからね。そうか、使用期間はどうですか。やっぱ筒じゃん、もう筒とロックが来るんだね。そうですね、失礼いたしました。僕だったらボタンくらいはボタン固定できます。ボタン固定できますよ。大丈夫、そこはいらない。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、よろしければ、こういうマークのボタンを押していただけると助かります。ありがとうございます。ありがとうございました。本当はもっと滑らかで豆腐みたいな。食後にはこれすごいいいですね。硬いからさ、それがまあどう出るか。本当はね、ゼラチンを使うと、これ寒天やから。あ、そうなんですか。その差がこのガチガチの差らしい。ガチガチです。遠藤さん、最近食品レポーター的な感じの位置ですよね。いろいろ食べさせてありがとうございます。10着ぐらいしか作れます。じゃあもう貴重ですね。まあ貴重です。ただ、これちゃんとしてるのは新人法制士さんなんですよ。なんで、新人法制士さんなんですね。布石を打ったみたいな。いやいや、技術することしてない。技術は受け止めますね。うん、横。
あれ横合ってないこれ横合ってない。あら、傷上がるよ。